な感じ最後じゃあこれからあのみかんを割っていきます。真ん中に指を入れてまず2つにパカッと割ります。でその後もう2つに割って4つに割ります。でこれを指で下からちょっと起こすことでこんな感じでみかんと皮の実がこう外れていきます。あまりこう手を使わずに中身を触らずに食べます。じゃあこれから食べます。こういう状態で、とこうしたら4分の1ずつみかんが食べられる。